こんにちは、山遊びのたけしです。はるかです。はい、今回はですね、立山にあります、後ろに見えてますね、三国ヶ池温泉に、夫婦で泊まっていきたいと思います。やったー。はい、実はね、ここ三国ヶ池温泉は標高2450m ぐらいになるんですけれども、日本で一番高い、天然温泉になります。ということでね、かなり楽しみにしてきた宿泊ですので、今日はね、楽しい宿泊の様子を皆さんに見ていただければと思います。では行ってみましょう。このサイズで食べるこれ、これじゃ無理だってことが分かった。宿泊受付をお願いします。はい、はい、右側の部屋ですね、その裏手からです。はい、夕食1回目を締め切っているので、10時からご案内しておきます。はい、ずっと通して、はい、いつでも夜中10台です。ですよ、すごい。夜は結構空いてるのでおすすめです。はい、はい、レストランはここやね。で、喫茶があって、すごいな、すごいな、ね、これやばいな、うん、とりあえず部屋行きましょうか。よいしょ、よいしょ、206、206、はい、206、はい、さてさて、広いな、めっちゃ部屋ある、全部個室。これ大部屋もあるはずやけど、オープン。おお、うん、めっちゃ乾燥してる。和室あったかい。窓開けると、おお、ガスってますか。本当ならめちゃ綺麗なはずです。はい、こんな感じですね。お部屋はどんぐらいかな、6畳ぐらいかな。で、畳で、まあ、テレビとかは、ね、もちろんないんですけども、すごく、まあ、シンプルなお部屋です。で、山の上なんですがね、コンセントもあって、もちろんお布団もありますしっていう感じですね。はい、布団はあれか、押し入れかな。こんな感じで、いや、いいね、いい、ね、めっちゃいい、あったかい。あとはね、外の景色がね、綺麗に見れたらもっと最高なんですけども、一旦ね、まあ、こんな感じで。ちなみになんかこんな本とかも置いてあったりとか、いいね、うん。晩飯、晩飯、腹減った、腹減った、晩飯、晩飯、じゃあな。うわー、すごい、力って言われたな、そういえば。まあ、Thank you.
4時半なのに結構あるんやな、いろいろ。そう、ホットピザ、製粉コーヒー。4時半やから朝まあ飲もうと思ったけどさ、レアチーズケーキ、厚切りトースト、あれやっちゃいいな、コメダコーヒーみたいな厚切りトースト最高や、あんバター、あんバターもある、ほんまや、コメダやな、選んでください。完全に。卵を選ぶやつはない。それ米だよ。それはね、米。マジで。僕もね、ちょっと。むちゃくちゃおしゃれやな。山小屋にも額があるんですよ。 H2 とかあんまないけど、働きマンとかなかなかないな。ライチョウコロコロやって、かわいい。ライチョウコロコロ、ライチョウ見れないかな。ねえ、すっごい着込んでる人。
寒いからな、やっぱりすんごいパンパンになってるってまあでもいや晴れてますね。でも完全に晴れてます。めちゃくちゃ星空綺麗でした。大満足やったね。最高でした。無風やったな。無風やったな。全然寒くなかったな。巻き込んでるんですけどもちろんね、はい、じゃあこれからお楽しみのお風呂行って寝る準備をねしていきたいと思います。はい、温泉行ってきます。はい、ということでお風呂からね、温泉から戻ってきました。いやー本当にねめちゃくちゃいいお湯でした。うん、もうまずね 2500m のこの山の上でお風呂入れるっていうことがね、そもそももう本当に幸せなことなんですけどね。もうさらに、源泉の温泉ということで、もうはい最高の気分でございます。はい、でお風呂自体はですね、まあそんな広くはないんですけれども、まあ本当に雰囲気が良くて、もう湯気がもくもくと湧いてるような感じですね。ちょっと今日は夜なので、まあうっすらと星が見えたりっていうのはね窓からあるんですけれども、まあ昼間明るい時間帯でしたらね、もう立山のね大パノラマを見ながらお風呂入れるのかなと思いますので、本当におすすめの温泉かなと思っております。はい、日出てきた。わあ、あったかい。
いただきます。ということでね、楽しみにしてた御厨ヶ池温泉のステイが終わってしまいました、うん、まあでもね、めちゃくちゃ良かったです。はい、まあまずね、温泉なんですけども、もうね、ツルツルのお風呂で、うん、もうお風呂の中湯気がね、モクモクしてるような感じで、うん、めっちゃ良かったな。で、僕たちね、夜に入ったんですけれども、こういう、まあ、明るい時間にね、入ったらまた違ったというか、窓からも大絶景見ながらお風呂入れると思いますんで、それはそれでね、おすすめかなと思ってます、うん。まあ、あとはね、 2400m500m のところで、まあ、相部屋もあるんですけども、個室もあって、私たち個室に泊まったんですけどね、まあ、で、まあ、布団とかもちゃんと敷けて、でご飯もね、そこそこなんでしょう、しっかりと用意されたものを朝と晩と好きなだけで食べられてっていうところで、本当に大満足でございました、はい、ということでね、まあ、この立山ですね、登山される方、もちろんですけれども、まあ、それ以外のね、観光メインの方でもね、あの立山黒部アルペンルートを使って、結構気軽にアクセスできるところですので、こういったね、ちょっとハイキング、できるようなところで温泉に泊まれてっていうところはね、すごくおすすめかなと思いますので、ぜひ皆さんね、はい、来られてみてはいかがでしょうかということで、今回は以上とさせていただきます、はい、この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録とグッドポイントぜひよろしくお願いします。では次の動画でまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。